皆さん、こんにちは。皆さんには好きなドラマや映画がありますか？俳優の中には何かしらの原因で出演することができなくなってしまった人がいます。心に残っている作品に出演していた芸能人が実は代役だったという驚くべき事実があるかもしれません。そこで今回は実は代役だった芸能人について皆さんの意見をまとめてみました。川口春奈、大河ドラマ麒麟が来るの機長役がもともとは沢尻ゆりかさんでしたが、不祥事で急遽川口春奈さんに変更になり、撮り直ししたエピソードは有名ですよね。当時はすごい騒がれていたけど、川口さんは初めから手書きだったんじゃないかと思うくらいハマってました。他にも実はあの役は代役だったというエピソードがあれば教えてください。麒麟が来る、オリキャラが結構出てた感じが、この後めっちゃブレイクしたよね。今でも引く手あまただし、正直マイナスからのスタートだし、誰がやっても同情的に見られたから絶賛されたと思うよ。ガルでは異常に川口春奈持ち上げられすぎてる。いや、最後まで見たけどどんどん上手くなっていったんだよ。いや、麒麟が来るの世界には川口春奈顔が小さくなくて良いわ。川口春奈、この代役以来急に露出が増えた気がする。それまでは可愛いけどあまり印象に残らないというか、初主演ドラマが視聴率大爆死打ち切り、番手役に下げられてたの。低視聴率女王って呼ばれてた。長谷川明智光秀の幼なじみには年下だけど、染谷信長とのバランス考えたら川口さんでよかったと思う。川口機長、凛として気高くてとにかく美しかった。ぶっつけ本番全くの時代劇初めて、しかも重要人物。当時少し関わったスタッフから聞いたんだけど、とにかくめぼしい女優さんからは不可能ですと断られまくって泣きそうになっていた時の救世主川口春奈だったらしいよ。めぼしい女優さんからは不可能ですと断られまくって、引き受けてくれたのはめぼしくなかった川口春奈だが、それでもありがたかったってことか。失礼な言い方というか、なんというか言葉足らずでした。時代劇イコール大河経験のあるめぼしい女優さんという意味でした。時代劇だと所作指導が本当に大変だから、川口春奈さんはよくあんな短時間で所作になれたと思う。沢尻エリカなんか役作りに2年かけたらしいのに、配役発表時涙ながらに意気込み語ってたのにね。沢尻、そんなにやる気なら薬やめとけって、バカだな。川口春奈よかったけど、今でも沢尻エリカで見たかったなと思う。沢尻エリカと9歳違うんだよね。だからできたら沢尻エリカと同年代でって思ってたんじゃないかな。同年代の女優に断られて、こうなったら若くてもいいって感じで川口春奈にオファーしたとか。機長役は時代劇の所作ができる人、乗馬もできる人、最後まで出られなくても長丁場のスケジュールもある程度空いてる人という何条件揃いで代役できる知名度ある女優さんが本当に限られてたみたいだね。短期間で見事に演じ上げた川口春奈さんもすごいけど、事務所はこの急なオファーを受けるには今後の朝ドラの主要キャストにもしてくれって条件出して、ちむどんどんでヒロインの姉役にも出ることになったそうで、しっかりしてらっしゃる。紅白の司会もやったしね。ちむどんのお姉ちゃん役は後で、余計な手回ししなきゃよかったになってそう。舞い上がれにもちょっとで立って、代役川口春奈って聞いた時、よくスケジュール開けられたなって思ったよ。大河経験はなくてもあの時点でかなり売れっ子だったし、エリカよりよほど露出多かったしね。沢尻エリカが好きで、エリカ様の貴重が見たかったから。川口春奈か、貴重のイメージじゃないなっていつまでも沢尻エリカで見たかったなって思ってたけど、いざ川口春奈が出てきたら貴重にすごいハマってて、川口春奈でよかったってなった。大河の後露出増えたよね。これで女優として格が上がった気がする。可愛い顔して策略家という感じがとても良かった。元の人はキリリとしすぎた美人だから悪女感強くなりそうだったなと。川口春奈めっちゃ可愛い。この髪型で可愛いとはすごい。桜井幸子、高校教師の桜井幸子、本当は水木有沙だったけど台本見て NG 出したらヒット作になった。うわ、初めて知ったよ。なんで NG 出したんだろう。内容が今までにない強烈だからかな。今じゃ桜井幸子しか考えられないよね。やらしい要素たっぷりだしね。でも眉役のイメージついたら、その後のナースのお仕事の明るい役はできなかったと思う。桜井幸子はハマり役だった。水木有沙はその時は役柄的に立ったけど、引き受けてもよかったのかもしれないと大人になってから振り返ってたね。水木有沙じゃ芋っぽさが足りないわ。オファー段階の話だったら
昼顔も当初は長澤まさみだったらしい。上戸彩浜里役だったしよかったけど長澤まさみも見たかった。コンフィデンスマンとカエルキスのイメージがあるから儚いとか守ってあげたいは無縁かもしれないけど、昔のラストフレンズのミチル役できてたからそういうのだったら見たかったな。脚本は水木有沙をイメージして書いてたらしいね。あの頃はミステリアスな美少女って感じだったから。それは代役とは言わないよ。オファーを断っただけ。そういうのは他にもあるよね。スーパーリッチもファーストオファーは安藤サクラだったみたいだし、あれも結果的に江口のり子でよかったと思ってる。ドラマが面白かったかどうかはまた別の話。水木有沙にしだとしゆきと恋愛のドラマしてたよね。儚い感じの役柄だった気がするけど、男っぽい役柄が多かったからイメージじゃなかった。水木有沙は花があって気が強そうな顔立ちだから少し違ったかもね。儚げで少し影があって小女らしさも大人っぽさも兼ね備えた桜井幸子で正解だったと思う。出ないでよかったと思う。あの作品がなくても十二分にスターだったでしょう。水木ならあそこまではヒットしなかったかも。桜井のあの儚い感じが良かった。近親相関って感じが水木にはないし、大根だったし可愛かったけれども、先生も真田さんじゃなくて石田純一の予定だったんだっけ。羽村先生より眉の方が背高いのはしっくりこないし、あのドラマで重要だった母性って部分が水木有沙ではかもしれない。水木有沙だったら真田広之と身長同じだね。桜井幸子でよかった。水木有沙じゃ都会的すぎるな。宮沢りえ、天海祐希が病気で降板した舞台の代役に宮沢りえが立ったことあったよね。急遽セリフも覚えてすごく大変だったと思うけど、己ナポレオンって舞台じゃなかったって。急遽だったからセリフ変えたりして対応してたみたい。舞台はプロンプターつくからセリフはなんとかなる。松島奈々子、魔女の条件。時は高子が断って松島奈々子代役で成功して、その後たくさんオファーが来たと記事で読んだよ。 GTO が終わってすぐに魔女の条件だったから先生役から先生役で大変だなって思ってたけど、まさかの代役だったとは初めて知った。流星亮、大河だと今の光る君への流星亮さん、すでに撮り始めていたのに逮捕された永山健人の代役になった。くしくも川口春奈と同じ事務所所属。流星亮さんは朝ドラちむどんどんではヒロインの兄役でトラブルメーカーというそんな役回りだったから、大河ドラマでも大きな役もらえてよかったかも。ある意味今回もトラブルメーカーの兄役なんだけど、今回はさらに地雷の大きいニーニがいますし、三浦翔平さんほんといい役者になりましたね。流星亮は弟でしょう。兄は三浦翔平ね。どっちもキャストハマってるね。トイストーリー、トイストーリーの声優、山寺宏一さん、ウッディ、トゲンダ鉄章さん、バズで撮り終えてたのをやはり有名人でという理由で変えられたので、山寺さんがだったら有名人になってやろうと奮起したのがきっかけ。知らなかった。だとしたら声優さんに失礼すぎるよ。ディズニー、ハンニャ、カナダ、吉本坂48の PV、ガンバレルヤヨシコがまさかの衣装入らないで直前にハンニャカナダが代役にハマり役で PV サムネになってる。美しい。なんでヨシコが入らなくてカナダが入るんだよ。細身だからでしょう。そこら辺の女より美人ちゃん。タイタニックのローズ役はケイト・ベッキンセールだったけど断ってケイト・ウィンスレットになったとか、タイタニックの大ヒットに出演を断ったことを後悔したベッキンセールはパールハーバーの出演を熱望したらしいけど、そこまでヒットしなかった。小出圭介の代役、ドラマ忘れたけど小出圭介の役を角健人がやってた。アミューズ俳優が代役をやったらしい。他の映画では大谷亮平が代役。さんまさんの映画も小出圭介だったよね。確か玉鉄に交代したんだっけ。東京タワーのドラマ単発の大泉洋と田中優子さんのも親友役だった極楽とんぼ山本が逮捕されて塚地武雅が代役で撮り直しになった。でも塚地武雅がとても上手くて最初から塚地武雅にしとけばよかったまで言われたんだよね。ジミーがそうだったね。ただ確か最初玉山にオファーして断られてて、小出に決まって撮影してから小出のスキャンダルで撮り直しになって玉山が悪いことしたとオファーを受けたとからしい。だから厳密には代役とは違うかも。あ、そうなんだ。それは初耳。発表記者会見でさんまが話してた。大人高校も小出圭介から三浦春馬、春馬でよかった。福士蒼太と川口春奈の愛してたって秘密はあるの川口春奈の兄の役の代役だったよね。
武将髭と無口な角剣とがすごくかっこよくて代役になってよかったとさ思った。バックとザ・フューチャーのマイケル・ジェイ・フォックスは代役だったみたいな話は聞いたことある。別の人のテスト映像のようなものが残っていたような。マイケルよりイケメンって聞いてたけど、写真見るとやっぱり似たタイプですね。映像見たことあるけど、マイケルの方がコメディの演技が段違いに上手かった。マイケルにオファーしたけどスケジュールの関係でダメで、急遽この俳優さんにしたけどやっぱりつまらなくて、俳優さんも納得した上でマイケルに再オファーしたと聞いた。マイケルは日中は別作品の撮影だから夜のカットが多いんだよね。もともとはエリック・ストルツだよね。ジム・キャリーじゃなくてライオンショーの少年の話の方のマスクの主演のエリック・ストルツって恋しくての人だっけ。恋しくてはリー・トンプソン出てたよね。マイケル・ジェイでよかった気がする。最初の主役の役者がしっくりこなくて、監督がイメージしていた主役と違って役者の表情も暗くてパッとしなくて、撮影していても役者も辛くなってやめた。そしてマイケル・ジェイ・フォックスに白羽の矢が立った。最初はマイケルで大丈夫という意見もあったけど、マイケルが楽しそうに演技したりアイデアを出したりしてうまくいって今に至るみたい。最初はマイケル・ジェイ・フォックスにオファーが行ってたんだよ。でも他の撮影とかぶったんだよ。そうだよね、ファミリータイズの撮影がかぶってたから。ファミリータイズ面白かったよね。代役じゃないよ、出演オファー受けたけどテレビの仕事の方が忙しくて断ってる。なのでエリック・ストルツ主演で撮影開始したけどどうもしっくりこなかったので再度打診。そこでマイケル・ジェイ・フォックス側がスケジュール調整して出演 OK にしたから、エリック・ストルツは降板。後年ロレイン役のリー・トンプソンが、他の出演者がマイケル・ジェイ・フォックスに冷たかったかもしれないって言ってたけど、テレビ界出身ってだけじゃなくて当時は一段下に見られてた。そういうゴタゴタした経緯も影響してるよね。そう思ったらザ・フライ二世誕生のあの役はエリック・ストルツのあの影のある雰囲気がぴったりだな。あれは最初監督はマイケル・ジェイ・フォックスを希望してたけど、その時は別の仕事が入ってて断念。そして別の俳優で途中まで撮り始めたけど、監督はどうしてもマイケル・ジェイ・フォックスがイメージにぴったりで諦めきれない。マイケル・ジェイ・フォックスにオファーして今まで撮っていた俳優には降板をお願いしたという流れだよ。あれはもともと監督が主演にマイケルを希望してて、でもスケジュールの関係で無理だからとエリック主演で撮影を始めたけど、どうしてもイメージに合わなくて途中で降板。結局マイケルで撮り直しだったよね。当時マイケル・ジェイ・フォックスはテレビドラマファミリータイズで大ブレイク中。マイケルにオファーしたけどドラマ撮影のため断られる。代役のエリック・シュトルツで撮り始めるが役に合わなくて降板させられる。マイケルがスケジュール調整して撮影にこぎつける。エリック・ストルツだったけど降ろされたのは有名。マトリックス、洋画だとマトリックスのキアヌも最初のオファーはウィル・スミスだったのよね。キアヌでよかった。ウィルの場合はもうフィアスが白人になってた。マトリックスは他にもレオナルド・ディカプリオやブラッド・ピットやニコラス・ケイジも候補だったっぽい。さらには主人公を女性にしてもいいからとサンドラ・ブロックも。リコカツのお父さん本当は誰だったの？佐野史郎さんです。映画監督の森達也はもともと役者志望で、やっと映画の主演をつかんだところで入院、別の役者が代わって主演を務めたそう。その映画は林海蔵監督の夢見るように眠りたいで、主演は結局佐野史郎になって、作品自体も高評価だった。ただ森達也は入院中に知り合った看護師と結婚。森、佐野共に同じロックアーティストの大ファンで、佐野史郎とも時折飲みに行く仲らしい。代役というより途中交代だよね。北川景子のお父さんが最初は佐野史郎だったけども、途中から平田満に交代かな。お姉ちゃんのあれ、パパメガネ変えたで交代を視聴者に一発で伝えてたとこ好き。急だし途中からだったけど違和感なかったよね。変わったのを初めて見た時ハテナだった。しかしうまくやり抜いたよね。むしろ佐野史郎より役に合ってた。花束返されちゃうところ泣けたのあまりにもパパがかわいそうで、でも今までされ
てきた仕打ちもひどかったからママの気持ちもわかる。チャラめなパパさんでしたね。田口淳之介、頑張っていきましょい。田口淳之介。喫煙の人と交代したのが田口くんだったよね。そう、内ひろき。喫煙ではなく飲酒です。気だるげな雰囲気がめちゃくちゃかっこよかった。ああいう役をまたやってほしかった。このドラマ本当面白かった。また見たい。歌愛子だったよね。これの錦戸の役がかっこよかった。好きなドラマだったのに最後が残念すぎて。富永ミーナ、ちょっと違うけど、カツオ役富永ミーナさんは一時的な代役の予定だったらしいけど、そのままカツオ役に固定らしい。富永ミーナさんってカツオが強すぎて他何やってるのか全く知らないわ。富永さんは子役出身だからかなりの役を演じているよ。大草原の小さな家の末っ子とかも富永さんだった。某芸人さんが共演した時、プロフィールの富永さんの年齢を見て、自分が子供の頃からアニメに出てたのにこんな若いわけないだろって思ったら子役出身だったって知って平謝りしてたな。何でも鑑定団のナレーション、アンパンマンのロールパンナとドキンちゃん、パトレイバーの主人公、泉のアトルローに剣心の明神や彦がパッと浮かぶ。もともと沖江さんだったはず。富永さんはぬべのみきと初代ルロケンのや彦のイメージだわ。私は世代的にペルシャのイメージが強いわ。他はパトレイバーの泉の後か、大の大冒険のマームかな。ケンナオコとヒロミが司会の日テレのモノマネバトルに出てたイメージ強い。いや、もともと沖江さんの声やってたから、むしろ前任のカツオにかなり寄せてきて、こういう声も出せるんだとびっくりしたもんだよ。富永ミーナさんのことをよく知っていて驚いた。私もロールパンナちゃんとドキンちゃん代役のイメージ。私は魔法の妖精ペルシャのイメージしかないからカツオは嫌やわ。あまりにも有名な声優になったから驚いたけど、一時的な代役の予定だったんだ。女の子や若い女性役のベテランだったからカツオ役になった時はびっくりしたな。星野マリ、星の金貨のアミーゴが星野マリに。アミーゴってビートゲザーの手話だし、演技力も求められるし、星野マリで正解だね。そう、前の年に NHK ドラマ出ていて、それは良かったんだけどね。でもアミーゴのヒルドラのラブレター良かったけどね。古畑任三郎シーズン3、黒岩博士の恐怖、犯人役尾形健、本当は志村健。これは本当なの？三谷幸喜と志村健が結びつかない？私が知らないだけなのかな。横、三谷幸喜のありふれた生活、17巻収録、ありがとう志村健さんという回、スケジュール等の都合で志村さん起用は無理で、その後尾形健さんになったという。松田龍平、ママちゃん、水田く、星野源楽もマッタで倒れたから松田龍平に。松田龍平でよかった。ええ、ハマってました。水田く、本当に。南野陽子、西郷どんの篤姫の教育係で斉藤幸の代わりに南野陽子。スケバン刑事や斉藤幸は西郷どんの数年前の真田丸で徳川家康の側室、おもね茶のおつぼね役で出てたから、南野陽子に綺麗だけど厳しい教育係役が回ってよかったと思うな。南野陽子さんの育島うまかったしよかったよね。あのヒカエオはうちの家族内での流行語になったくらい。南野さんと出し北川景子さんが同じ画面に収まると美女&美女で絵になってた。西郷隆盛役も初めは別の人にオファーしてたんだよね。堤真一だったかな。当初生島役は若村真由美にオファー来てたから、斉藤幸も代役よ。東京ラブストーリー、東京ラブストーリー、本当は完治は尾形直人だったらしい。代役とは少し違いますね。ごめんなさい、尾形直人が蹴ったんだよね。受けてたらどうなってたかな。ええ、衝撃。小田裕二は悩んだり困ってる演技がうまいから合ってたと思う。あの優柔不断な感じは尾形直人のイメージに合ってるわ。でも爆発的なヒット作にはならなかったかも。尾形直人さん小学生の頃から大好きだけど、同級生で似たような役やってるから小田裕二さんでよかったかも。小田裕二は感知役が嫌いだったって言ってたような。優柔不断なところが自分にはないから共感しなかったんだろうね。尾形直人めっちゃ売れてたから引っ張りだこで、当時大河ドラマ主演のオファーがあったから東京は出なかったけど、それまでフジテレビのトレンディ代表みたいな感じだったのに、この後全然出なくなって、フジは小田裕二ばっかり使うようになった。ある意味運命の分かれ道だった感じがする。正直尾形直人の感知も見てみたかったな。結果的に小田裕二で大ヒットしてるけど、イメージ的には尾形直人の方が合ってる。
藤木直人のデビュー作は映画花より団子の花沢類役、ぴったり案を持ってたけど実は木村拓哉の代役だったらしい。木村拓哉は花沢類より同名字っぽくないかと思ったけど、当初予定されてたのはそうらしい。アニメの花壇で花沢類だったのがキムタクじゃない。映画版はこれで決まってたような。内田有紀主演でバーニング系の役者が揃ってる。同名字は谷原章介の F4 なら藤木直人の方がバランス良さそう。そもそも内田有紀がつくしのイメージと違うなって当時は思ってた。このバージョンを初めて知った。松潤と井上真央のしか知らなかった。キムタクは映画より前の1993年に出た CD ブックで花沢類役をやったんだよ。まだスマップのブレイク前だったね。キムタクだとどっちの役も無理。身長足りなくて他とバランス悪い。代役というよりキムタクが演じてほしいって熱望がすごくあったらしくて、当時の明星に藤木さんのインタビューが載ってたんだけど、そこに木村拓哉が良いって書いてあったからって藤木さんが言ってて、どっちが年上かわかんないけど呼び捨てなんだと思ってちょっと意外だった。若い頃も同名字っぽくはないよう、どちらかといえば花沢類。花壇の CD ブックでキムタクが花沢類の声やったから、そんな話になっちゃってるんでは。日曜劇場の小田切城、山崎賢人主演ドラマだった。香川照之よりも役に合ってたと思う。ちなみにアンチヒーローの野村萬斎の役、もし香川照之が今もテレビに出てたら出演してたのかなと思いながら毎週見てる。反対意見ですみません。私の周りでは小田切城じゃ綺麗すぎて悪が足りないって話しました。香川照之みたいな地面の底からのおおみたいな笑い。青い鳥、鈴木京香、夏川由衣。夏川さんでよかった。大成功パターン。夏川さんと豊悦の色気半端なかったよね。志村けん、沢田研二。映画の内容は知らないけどキービジュアルが邦画によくあるブロッコリー状態、耳元に当てはまるね。坊ちゃんはジュリーでよかったと思うよ。志村さんがコロナに倒れて亡くなったことで幻の主人公として悲劇的に美化されてるけど、あのまま撮ってたら大根とか棒とか酷評された気がする。ジュリーも下手だし、山田洋次監督で松竹100周年記念の期待作だったのに大ごけしたじゃん。若い頃から顔が似ていると言われていた2人ですもんね。 GTO 鬼塚栄吉が赤西仁アキラ、 GTO 上口洋介、反町隆史。インタビュー、ビズ、ヴァンパイアのクリスチャンスレーターの役はリバーフェニックスがする予定だった。リバーはバナナフィッシュとかできたかもしれない役がぴったりすぎて妄想が膨らんでつらい。作者の吉田明夫さんがリバー主役で映画化の話が進んでたのがなくなってとんざと話されてたよ。見たかったな。渡辺謙、ラストサムライ。渡辺謙じゃなく最初は役所工事にオファーがいった。低予算映画でキャラが安くて、役所は日本で一番映画の興行収入を稼ぐトップの俳優なんですよ。都市楽園がすごくヒットしたから事務所が天狗になって安いキャラで役所を使おうなんてバカにすんなみたいな感じで勝手に断ったんだよね。映画が公開されて渡辺謙がハリウッドでブレイクしてからそれを知った役所工事が激怒して、今後はどんな小さい役でも安いギャラでもハリウッドのオファーは絶対受けろと言ったとか、三船敏郎もダース・ベイダー役のオファーがあったのに無名の若い監督の BQSF 映画だと思って断って後でちょっと後悔したみたい。大河ドラマ、噂だけど本当かな、女上手、直虎、あん、柴咲コウ、平清盛、長瀬智也、松山健一。西郷どん、堤真一が断って鈴木亮平さんと聞いたことある。清盛は最初40代の役者さんが主役予定だったと聞いた。幼なじみ役の上川隆也と同年代の人。大河ドラマは拘束期間長いし結構断られるんだろうね。清盛も直虎もすごく面白かったから結果良かった。代役ではないけど大河は結構あるよね。 NHK はキムタクに大河主演してほしくて坂本龍馬役でトーファーしたけど、大河は拘束期間が長い上にギャラも高くないからと飯島真似が断って、福山雅治になったと記事を見た。香取慎吾は新選組で大河主役やったのに、なんでキムタクはダメだったんだろうと当時は思った。新選組は三谷さんのご指名で、香取慎吾も三谷さんから頼まれたからには引き受けようと思ったんだろうね。マネージャーの判断もあるだろうけど、結局最後に決めるのは本人。キムタク離脱の理由の一つかもね。
キムタクは龍馬やりたかったんじゃ。単純にイメージの違いもあるんじゃない。近藤勇は語が角張った精悍な男のイメージで骨格的に香取くんに合ってるけれど、顔が丸顔っぽい坂本龍馬は顎が細くて面長のキムタクには合わなさそう。長瀬で龍馬伝見たかったな。破天荒ででっかくてぴったり。アンが大河ドラマを断ったと彼女の父親がテレビで話してたとかガルちゃんで読んだ。でもいいな、大人役は柴崎公でよかった。アシナセイさん、信長のシェフ黒コーチと小田切城嫁が妊娠交番の旅に代役受けておられた。独特の雰囲気ある美女なのに、小田女嫁の代役専門みたいで扱い方考えてやれよと思ってたわ。アシナセイさん好きだった。バラ色の聖戦とか悪い美女役も素敵で、本当に独特のオーラのあるアジアンビューティで、ハリウッドのアジア美女役として活躍していてもおかしくない美貌だった。そうなんだ。家臣優ってもっと早く復帰の予定だったんだね。大泉洋の代役をグリシュ、キロシちゃんがコロナになった時かな。このシーン見ていたけど全然わからなかった。大泉洋本人も写真見てこのシーンいつ撮ったっけってしばらく悩んだらしいよ。グリシュンすごいね。日賀まなみ、推しの王子様の日賀まなみ。誰が出る予定だったの？ふかぴょん。後半主人公の女社長が悩んだ挙句失踪。知的クールな美人のひかさんが美少年キャラを愛するあまりゲーム会社を起業したものの、自信をなくして会社を放り出して消えるってちょっと無理があってかわいそうだった。もともとキャスティングされていたふかぴょん、もう自信なくなっちゃった、ごめんなさい。で突如消える役はハマっただろうなと思うと、やはり配役は大事。葉月リオナ、山本未来。葉月リオナ、山本未来。真田広之との不倫報道で撮影中に降板。見たかったな、それ。それで山本未来と椎名桔平結婚したの。前田ゴードン、プロミスシンデレラの一世役。伊藤健太郎、ゴードン。代役だったの。プロミスシンデレラでゴードンにドキドキするようになったよ。そうだったのか。あの頃のゴードンにこの役は結構な大抜擢だなと思ったけど、伊藤健太郎だったなら納得。でもゴードンとても良かった。伊藤健太郎だったらあんなにちゃめっ気なくていけすかない感じになってたと思う。個人の感想です。黒木花、なぜか毎回マイナスつくけど重版出退の能年でな。黒木花、週刊誌記事が出てた。飲んでも上手にやってくれただろうね。花ちゃんの一生懸命な感じも大好きだが、週刊誌記事が怪しいのもあるけど、正式決定出ないで話行くだけなら代役とは言わない気がする。〇〇が良いじゃないかな程度なら表に出ないだけでゴロゴロしてると思う。主役ありきで脚本作るのではないなら、断られるの見越して複数に声もかけてる。ダメなら次。横だけど、例えば手書きで書く脚本家さんの場合、病気とかで降板になったらやっぱり代役選びは難航するのかしら。トピガのキリンが来るの時、脚本家が沢尻エリカに当て書きしたんだよね。近藤正彦、どんもり、のマッチ。江口洋介だったけどスノボで怪我してマッチになった。マッチめちゃくちゃ下手だった。江口洋介ならヒットしたかもね。歌下手、ジャニーズだから。演技下手、ジャニーズだから。ダンス下手、ジャニーズなのに。ルックス劣化が激しい。性格やらかすくせに後始末は他人任せ。この人の良さって何？時代に助けられてたとしか言いようがない。芸というものが全くなくてもなんだか人気出たりした80年代前半。今思えばこの時代が日本のエンタメの質を下げたような。はい、私はどっぷり世代なんですけどね。美空ひばりに気に入られたんでしょう。曲に恵まれてたのかね。聖子と同じソニーだったからニューミュージック系に強いイメージ。ジャニーズで山下達夫、吉田拓郎や伊集院静香てマッチのイメージあって、それ以前に誰か作ってもらってたイメージがない。バンドブーム時期になったらブルーハーツのマーシーとかに曲作ってもらったり、作家陣に恵まれてた感じはある。昔はソロアイドルが活躍できたからね。妻、小学生になるの相川レンジ役、萩原陸から杉野陽介。萩原くんが病気になり杉野くんが代役になったんだよね。杉野くんは白杖ガールでの演技が好評だったからガルちゃんではむしろ喜ばれてた。事務所同じだしね。あの時は大河ドラマも控えてたし杉野よく乗り越えたね。杉野くん売れっ子なイメージだったから代役なんてできるんだってびっくりした。急遽だったから多少無理しても同じ事務所でカバーしたんだろうね。いかがでしたか？皆さんの知っている作品の名前は挙がっていましたか？よろしければ
コメント欄で教えてくださいね。実は代役と知って驚いた人もいらっしゃるのではないでしょうか。代役でよかったという声もあり、代役を演じた俳優がハマり役だったこともあったようです。今後もそういった作品が出てくるかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。